ラ・ロッシュ・イコール・デリアンは、フランス、ブルターニュ地域圏、コート・イコール・ダルモール圏の旧コミューン。1347年6月18日、ブルターニュ継承戦争の戦いであるラ・ロッシュ・イコール・デリアンの戦いが起きた。イングランドの支援を受けたジャンド・モンホールと、ブルトン人とフランスの連合軍を率いたシャルルド・ブロワとの戦いであった。シャルルド・ブロワは包囲された住民、そして、 敵勢力との交渉をいずれも拒否し、街の救援に現れたイングランド軍の隊長、トーマス・ダグワースに身柄を拘束された。ブロワを支援するフランスが敗北した。ブロワは、タンギー・デュ・シャステルの介入のおかげで、即決処刑を免れた。しかし、シャステルが、ブレストの壁の下で、自身の息子たちを殺害されていたことは顕著な、事実である。2019年1月1日、 周辺のンコミューンと合併し、コミューンルーベルのラロッシュジョーディとなった。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。